群馬県道40号藤岡大御線は群馬県藤岡市から前橋市大五町に至る県道県道である。群馬県より起点を群馬県藤岡市、終点を瀬田郡大御町、重要な経過地を田野郡新町、沢郡玉村町とする1976年に認定を受けた県道の路線である。前橋市の東前町交差点を境として、 藤岡市方面から前橋市東部や伊勢崎市方面への交通路として利用される区間と群馬県道27号高崎駒形線と合わせて高崎市方面から東毛地域へ抜ける道として利用される区間に分けられる。起点から終点まで交通量は常に多いが特に唐津川を渡る岩倉橋や戸根川を渡る福島橋などの前後区間で渋滞が激しい。 そのため、群馬県道40号藤岡大御線バイパスの整備や国道50号以北などで4車線化が進められている。車線数は東前町交差点から小島田町交差点までが4、車線になっている他は2車線である。また、起点から藤岡市中心部までは群馬県道13号前橋長戸路線の旧道に当たる道である。 駒形町交差点より北東を望む2004年に編入されて、現在は前橋市の一部。AB 賞は51年群馬県国時代669号に基づく表記。2006年に高崎市に編入されて、現在は高崎市新町。ありがとうございます。